キルギス。キルギス共和国、通称キルギスは、中央アジアに位置する旧ソビエト連邦の共和制国家である。首都は、ビシュケク、旧名フルンゼ。かつての正式国名は、キルギスタンであり、解消以降も、別称として公式に認められている。内陸国で、北から時計回りに、カザフスタン、中華人民共和国、タジキスタン、 ウズベキスタンと国境を接する。西部のバトケン州内には、タジキスタンとウズベキスタンの飛び地がある、バトケ州飛び地参照。ソビエト連邦から独立した、ウズベキスタン、カザフスタン、トルクメニスタン、タジキスタンとともに、中央アジアを形成し、独立国家共同体加盟国である。旧ソ連を構成していた中央アジア5カ国で、最も民主的と言われるキルニスでは、 2005年と2010年に野党勝利による政変があった。しかし、キルギスの大統領たちは、政権交代による第一野党勝利後にそれぞれ国外に亡命している。正式名称はキルギス語では、キルゴスリスプブレッカシークルグズレスプブリカス。ロシア語では、キルギスカイアレスプブリカキルギースカイアリスプブリカ。別称は、クルグズスタンクルグズスタン。 1991年の独立時にキルギス語の国名をクルグズスタンレスプブリカスとしたが、1993年に憲法を改正して正式国名を現行のに改めた。ただし、国名変更以降も旧称が別称として公式に認められている。公式の英語表記は別称、国民、形容詞はキルギストニー。日本語の表記は キルギス共和国。通称キルギス。クルグズ。キルギスの語源は、クルクが40の意味で、40の民族を指し、また、中国人にかつて、軍累、強度と呼ばれていた背景から、それらを合わせて、クルクズとなったと言われている。ちなみに、中力系言語で40を意味する、クールクに、娘や女の子を意味する、クーズを合わせた、クールククーズは、40人の娘という意味になり、 中央アジアに広く伝えられるアマゾネス伝承との関連を伺わせる。したがって、四十の民族というよりも、四十の部族ないし、四十の氏族という意味の方が適切である。日本語名のキルギスは、ロシア語表記の、に由来する。独立時に、キルギスのロシア語表記、英語表記は、キルギス語の辞書に基づいた、に改められたが、 日本語ではそのまま、キルギスと呼び続け、正式国名の日本語名は、キルギスタン共和国と表記さた。その後のキルギス共和国への国名変更を経て、依然キルギスと通称されている。タジキスタンやカザフスタンなどに見られる、スタンとは、ペルシア語で、が多い場所を意味することである。詳しくはスタンを参照。本校では、キルギスの国名を使用するが、 中央アジアの研究者には、正確な発音に近い、クルグズと表記すべき、との声もある。政治体制は、共和制であり、国民による直接選挙で大統領と議員が選出される。大統領の任期は6年で、再選は禁じられている。大統領は、議会の承認に基づき首相を任命する。大統領は、議会の承認があれば、閣僚を任命できる。 大統領が不在の場合は議会の議長が代行する。議会、ジョゴルクケネ氏は120議席の一員制。2005年に新憲法が発布される以前、1994年10月から2005年1月までは二員制であり、上院に相当する定数60議席の立法議会と下院に相当する45議席の国民代表議会に分かれていた。 政党の活動は自由であり、キルギスタン民主運動、キルギスタン共産主義者党、農民党など、約40の政党がある。2005年2月と3月の総選挙の腐敗が、欧州安全保障会議により指摘されたことを、直接のきっかけとして、2005年3月24日に、アスカル・アカエフ大統領の辞任を求める、大規模な抗議行動が行われた。政権は崩壊し、 大統領が逃亡した後、議会の議長が代行を務める暫定政権が樹立されたチューリップ革命。2005年7月10日に行われた大統領選挙で国民のために働く質の高い政府を作ると訴えた親欧米派のクルマンベクバキエフが大統領に当選した。民主化を目指す人物が大統領に就任したことで、 中央アジアの他の長期独裁政権にも影響を与える可能性もあると言われたが民主化の希望の星だったバキエフも独裁主義に陥ったとされた。性的やジャーナリスト襲撃が相次ぎ暗殺事件は次々と迷宮入りになっている。景気が停滞していたことや政府によるメディア報道が閉鎖されるなどが起こりバキエフ大統領に対して不満が高まっていた。 2010年4月7日、首都ビシュケクを中心に野党勢力による数千人規模の反大統領デモが勃発。政府軍側の発砲により大規模な武力衝突となり、死者は少なくとも75人、負傷者は1000人以上に達した。野党勢力は内務省や国家治安局、国営テレビ局などを占拠した。翌日8日、バキエフは南部へ逃亡。 その後に大統領を辞職して、ベラルーシに亡命した。北部を中心に実権を掌握した野党勢力は、元外相のローザ・オトゥンバエバを主犯に、臨時政府樹立を宣言した。暫定政権は2010年7月に技術政府となり、2011年12月に大統領選挙が行われアルマズベク・アタンバエフが大統領に就任。2017年には、 合計の総論バイジェンベコフが大統領に就任した。陸軍約8500人と空軍約2400人の総兵力約1900人のキルギス共和国軍と準軍隊約9500人を保有する。ロシア連邦軍が関東空軍基地に駐留している国外駐留ロシア連邦軍部隊の一覧も参照。アフガニスタン紛争のために マナス国際空港を使用していたアメリカ合衆国軍は撤退済み。上海協力機構の合同軍事演習をロシア連邦や中国、他の中央アジア諸国と共に実施している。ロシアと密接な関係を保ちつつ、中国や欧米、日本などともバランス外交を展開している。ロシア主導のユーラシア経済連合と集団安全保障条約に加盟している。 上海協力機構の加盟国でもあり、中国はキルギスを一帯一路の対象国を一つに位置づけている。一方で、経済の過度な対中依存や中国人の流入などへの不満から反中でもも起きている。日本は1991年12月28日に国家承認し、翌1992年1月26日に外交関係を樹立。 大使館は日本が2003年1月27日に、キルギスが翌2004年4月にそれぞれ置いた。日本はキルギスに政府開発援助 ODA を提供し、ビシュケクにキルギス日本人材開発センターを開設した。国土全体の40%が標高3000メートルを超える山国。国土は東西に長く、中国との国境には天山山脈が伸びる。 南に位置するタジキスタンに向かってパミール高原が広がる。国土の中央など東西に山脈が走り、国土を数多くの峡谷に分断している。最高峰は中国国境にそびえるポベティ山、ポベガ、またはジェニッシュもしくは勝利峰、7439メートル、ついでハンテングリ、またはカントゥー、6995メートルである。 4000メートル級の峰は、珍しくない。各都市の標高は、首都ビシケクが800メートル、フェルガナ盆地に位置するオシが963メートル、イシク湖畔のバルイクチが1610メートル、カラコルが1745メートルとなっており、ナルイン州の州都ナルインは2044メートル、中国やタジキスタンとの国境に近い南部のは3170メートルもの高地に位置している。 主な河川はシルガリア川支流のナルイン川。主な湖は国内北東部に位置する石区湖。東西1 8 0トル、南北6 0トル、周囲長7 0 0トルに及ぶ。湖面の標高は 1600m、石区湖とナルイン川は水系が異なる。ビシュケクと第二の都市を主、中央部のナルインにはソ連共和国時代に大規模な 灌漑施設が付設されているため、綿花を中心とした工作に向く。これらの灌漑地は、シルダリア側、ナルイン側の支流から水を得ている。隣国のカザフスタンや中国とは異なり、国内に砂漠は存在せず、この地方の中では気候に恵まれている。人の居住に適した東西に伸びる、渓谷部分は、欠片の気候区分では、下季に、 雨が少ない温帯の地中海性気候に相当する。これはイタリアのローマやアメリカが衆国産フランシスコと同じ気候区である。産地はン寒帯湿潤気候特に高地は高山気候となる。天山山脈を挟んで南方の中華、人民共和国とを挟んで北方のカザフスタンにはステップ気候と砂漠気候が広がる。実際に降水量を比較すると 天山山脈の1 0 0トル南方に位置する中国新疆ウイグル自治区カシュガル。カシ、カシュガルの年降水量は6 0ト、mm、ルだが、ビシュケク、北43度、標高8 0 0ルの降水量は4 5 0ト、mm、ルに達する。これはローマやサンフランシスコと同水準である。ビシュケクの平均気温は1月にマイナス20度。 7月に30度で2017年度は7月に最高気温43度、2月に最低気温マイナス31度を記録している。キルギスは7つの州と1つの特別市から成り立つ。州はさらに地方に分かれる。地方長官は中央政府が任命する。エール・オークマトルと呼ばれる自治体は、 最大で20程度の集落から構成されており、選挙で選ばれた村長の他議会が設置されている。農業及び牧畜、工業が主である。農業は主として輸出品目にもなっている綿花、タバコの栽培が活発に行われている。工業は金、水銀、アンチモンなど、1997年に採掘が始まったクムトール鉱山は、 世界屈指の金鉱山である。また水銀、ハイダルカン鉱山は2002年のデータで世界第3位の産出量を誇っている。ソ連から独立後は観光産業に早くから注力する。旧ソ連邦でも先駆けてヨーロッパや日本からの観光目的の入国に際し、詐称不要を打ち出した。キルギスは石油製品、天然ガスを輸入し、 水力発電による電力、旗箱、麺を輸出している。ただし、金の輸出が急速に伸びている。2000年における輸入相手国は、ロシア、ウズベキスタン、カザフスタン、アメリカ合衆国、中華人民共和国の順。輸出相手国は、ドイツ、ウズベキスタン、ロシア、中華人民共和国、スイス。キルギスの対日本への貿易は2012年の、 財務省貿易統計によると、輸入57.6億円、機械類及び輸送用機器、自動車、建設用、鉱山用機械、輸出0.8億円、アルミニウム及び、同合金となっている。キルギスに対する2000年における主要援助国、団体は、日本、アジア開発銀行、世界銀行、アメリカ合衆国、国際通貨基金の順である。 日本の援助額は5500万ベイドル。通貨はキルギスソムである。国内にはバスと航空網が敷かれている。外国との間にはフラッグキャリアのキルギスタン航空がビシュケクのマナス国際空港からアジアとヨーロッパ各国に就航しているほか、同空港には各国の航空会社が乗り入れている。鉄道は首都ビシュケクから悪い口までの国内線のほか、 ビシュケクとロシアやカザフスタンとの間に国際列車が運行されている。またマルシュルというバスがありそれが国民の足となっている。ビシュケク市内では10ソム、約1 6円で乗ることができ、遠距離移動の際には便利となる一面を持つ。タクシーも走っており、日本と比較すると安価で乗ることができるため利便性は高めである。ビシュケクからはアルマトイ。 足らずといった国外の都市へ行く、マルシュルも運行されている。なお、キルギス国内で走行している車両の70%は、中古の日本車である。2018年時点、キルギス人が73.3%、ウズベク人が14.7%、ロシア人が5.6%、ドンガン人1.1%、タジク人0.9%、 ウイグル人0.9%である。その他には、トルコ人、カザフ人、タタール人、ウクライナ人、コーライ人、アゼルバイジャン人などが含まれる、多民族国家である。地域による民族分布差も大きく、首都ビシュケクト周辺のチュイ州やイシククル州のカラコルを中心とした東部には、ロシア人、ウクライナ人など白人、スラブ系住民が多く、オシ州やジャララバード州、 バトケン州などの西部、南部にはウズベク人やタジク人が、中国国境付近にはドンガン人やウイグル人が住む。一方、ナルイン州の住民は、ほとんどがキルギス人である。人名は、ソ連時代の名残もあり、全体的に、ロシア語風の生命が多く見受けられる。独立前の1989年には、 ロシア人は全人口の21.5%を占めていたが独立語国外流出が続き2018年には5.6%にまでに減少したロシア語が公用語キルギス語が国家語とされている2017年の国勢調査によるとボゴワ社の割合はキルギス語が55.2%ウズベク語が4.7% ロシア語が34.0%となっている。ウズベク語はオシ州やジャララバード州を中心に、ウズベク系住民の間使われている。ロシア語は独立以降公用語から除外された、ウズベキスタンなどと違い、引き続き公用語に制定されている。これは、国の中枢を占めていた、ロシア人などのロシア語系住民の国外流出、角流出防ぐためであり、 現在でも産学部を除く全土で通用し、教育、ビジネスや政府機関で幅広く使用される。また、医療用語などはロシア語でしか成立されていないため、ロシア語が話せないと生活に苦労する部分もある。特に首都ビシュケクとその周辺では、多くの住民はロシア語を使って生活しており、そこから大半の人々はロシア語を話すことができるものの、キルギス語があまり上手に話せない。 キルギス人も存在るほどである。これに反して、現地生まれのロシア人はキルギス語を話せない人が、ほとんどを占めている。その他、ドンガン語なども使われている。宗教は、イスラム教が75%、キリストノリマサ教会が20%、その他が5%である。婚姻時に、婚姻前の性を保持する、夫婦別姓か、共通の性、夫婦同姓か、 複合性に改正することから選択することが可能である。すでに複合性である場合に、さらに追加することはできない。改正した場合、離婚時に元の性に戻すことも可能である。トンコーで南北に分かれたシルクロードはカシュガルで合流後、再び南北に分かれる。南の道はタジキスタンに向かうが、北の道はキルギスの南部を通過する。 首都ビシケク近郊のトクマムの町にはバラサ軍遺跡が残る。ここには砂漠を進む正体の灯台として使われたと推定されているブラナの塔が残る。また周囲にはキルギス各地から集められた石人があり有名。キルギス人の民族楽器は三弦のコムズが知られる。キュと呼ばれる器楽独創曲ごとに伝説が残されており、伝統的な作法では 伝説を語った後、木を演奏していた。キルギス国内には、国際連合教育科学文化機関、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。